なのでで嬉しいですということで今日ね着ているトレーナーがよいしょここにね8って書いてあるトレーナーを着てます <laughs> なんかあのこれ本当はお母さんのなんですけどじゃせっかくだしちょっと貸してもらおうと思って借りました <laughs> どうでしょう8そうそう8そう皆さん8パチ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 そう,そうそうそうあバックスは立ち位置配信そう 立ち位置配信です。立ち位置配信。立ち位置配信ですよ。あ、まつりさんこんばんは。こんばんは。お、顔なじさん100人。あ、ほんとだ、もう148人の方に。ありがとうございます、皆さん。そう。あ、そう、証券さんも寄ってこれた。ありがとうございます。そう。あ、コシあンパンさん、柔道着じゃない。そう。さすがに今日はまだちょっと柔道着じゃないです。柔道着配信は、また今度、やります。多分、やります。ね。そう、昨日ね、面白かった、ほんと。 ね、今日は8番のトレーナーを着てやっております。で、えー、昨日もね、なんと、昨日は、あの、三脚、いつもは、こう三脚を立てて、で、あの、カバーをつけた状態のスマホをカチャってはめて、それで配信をしてたんですけど、なんか、あの、やっぱモザイクになっちゃうってなって、熱がスマホにこもってるからじゃないかっていうコメントをね、まあいただいたんですよ。それで、スマホから、こう、何 外して、あのー、カバーを。それで、やってたんですけど、あのー、ちょっとね、それでもね、20分間、あのー、なんだ、モザイクになってしまったので、今日はですね、ちょっと三脚のせいじゃないかと思いまして、三脚をやめてですね、今日は、えー、下から、えっと、英語の、なんか、こう、自習に使ってる、教科書ワークっていうやつで、えっと、その上が、英語のなんか、 こうビンゴで、ビンゴでなんか英語を覚えましょうみたいな、そういうテキストを学校で使ってて、それで、その上に国文法のテキストを置いて、で、サイ後またそのまたその上に、あの、公民のファイルを置いて、計4つの教科書、テキストを置いて、配信をしております。え嘘今日モザイクだって。猫、ね、小山さん。ひでまるさん、えめ、モザミだって。モザミ嘘大橋さんも、え、今もややモザイク。 モザイク。三脚戻して。え三脚の方がいいんですかねえ、なんだろう。教科書のせいでもざってる。えちょっと教科書をちゃんと仕事してください、今日。え、なんでえー、ちょっとおかしいなあ、みよしさん。エメちゃん、二日連続売れピー。あ、売れピありがとうございます。え、モザモザだよ、だって。君は太陽だからさん。ミヒロムさん。えー、なんでえ、アイザワライカさん。モザイク作成のプロ。モザイク作成のプロ モザイク作成の延命プロはちょっとやばいですね。ちょっと、え、サホさん、保冷剤、保冷剤、あ、そうそうそう、昨日ね、保冷剤、保冷剤って言われてたんですよね。ちょっと、あの、やばい、ちょっと今日保冷剤持ってくるの忘れちゃった。<laughs> また、また今度保冷剤やります。え、ちょっと、若干画質がらって、アンナさんも。えぇ、ー、吉野優さん、多分 6S だからあるの。えぇ、ー、やっぱ 6S がいけないんですかね。スマホがいけないのかな。三輪さん、柔道着配信したらモザイクにならないらしいですよ。<laughs> えぇ、ー、嘘。 ちょっと柔道着があれなんですかね。お、やるおさん、大したモザじゃない。あ、モザイク、大丈夫。え、里せんさん、今日ルナちゃんの配信見たらめっちゃ画質良くてさ、延命配信と大違い。<笑><笑>えー、なんでちょっとルナちゃんは多分ね、パソコンでやってると思うんですよ。さすがにね、やっぱひでまるさんも多分、機種のカメラ性能ってね。 やっぱりあれなんですかね。やっぱこれ、このスマホがいけないんですかね。まあ、でも、大丈夫です。モザイクでもしっかりと今日もやっていきたいと思います。ということでね、ちょっと、モザイクがまあ、まあ、ちょっと良くなってきたらしい、ん大丈夫かなあ、っと、で、え、とりあえず、今、えっと、スクショタイムをしたいと思います。ちょっとモザイクやばいらしいですけど。一回スクショタイムをします。10秒間。いきます。はい、いいですか皆さん。お、いきますよ。 大丈夫かな今日8、八回目なんでね。あのー、8ポーズでやりたいと思います。いきますよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、オッケー。え、イワシさん、スクショタイムいつもモザル。モザル、モザルかじゃあ、じゃあわかりました。じゃあ、モザイクが取れてきたなと思ったら言ってください。 そしたら、急いでスクショタイムを10秒やりたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。あ、のぶさんも、ポニテかわいいね。ありがとうございます。そう。昨日ね、髪型にちょっと迷ってるって言って、ツイッターで、ツインテールとポニーテールと、あと、おろしで、3択で、あの、投票したじゃないですか。で、ポニーテールがね、2位で29、29%を獲得してたので、今日は高めのポニーテールをしました。ポンポンついてます。もうね、寒いですから、 ポンポンの季節ですよ。早いですね、ほんと。あ、ポンコツさん。保冷剤直接当てると結露できるらしいから、ショートする可能性あるらしいよ。えー、マジか、危ない。じゃあちょっとなんか、こう、安全にね、スマホの温度を下げられる、なんかを、ちょっと、欲しいと思います。はい。 きみちさん、電波悪い。電波、電波なんですかねどうなんですかねほんと。あ、のぶさん、高めのポニテ尊い。ありがとうございます。松り、ま、さんも似合ってる。ありがとうございます。お、わっくんさん、今日の私服どんな感じ今日の私服は、さっきもちょっとお伝えしたんですけど、お母さんの8番のトレーナーを借りて、と、黒い、えー、っと、スカートを履いて、えっと、足は、タイツは、えっと、演じのタイツ履いてます。 いやー、このね、秋っていうか、初めて今日、タイツを履いたので、季節を感じました、すごい。寒くなったなと思って。今日もね、暖房をつけて勉強してました。はい。はーい。お、やっすさん、Wi-Fi 中継機買うといいよ。Wi-Fi 中継機。うなんだそりゃ。<laughs> なるほどね。調べてみますね。お、はるかさん、明日大会応援して。はるかさん、頑張ってください、大会応援してます。はい。お、 三ツ葉さん似合ってる。ありがとうございます。お母さん。でね、これ、かわいいですよね。お母さんもちょっとね、お気に入りで、たくさん着てるんですよ。で、えー、そう、ちょっと、私も着てみたいなと思って。良かったです、今日着れて。あ、レイカさん寒くなったよね。そう、ほんと寒くなった。本当に寒くなりました。はい。あ、マリープーさん、エメちゃん、こんにちは。こんにちは。はい。 大イさん、頭いいの頭、頭はね、普通、普通、っていうか、そんな、そんな、うんまあまあ、まあうんそんな、そんなです、全然。そんな頭良くないですよ、全然。のぶさん、お母さんも小さいのお母さん、お母さん小さくないんですよ。お母さんね、なんと、164センチもあるんです。ほんと羨ましい。私、あれですよ、152センチしか伸びなかったんです。え、ちょっと、なんかお母さんの子見てたら、 ちっちゃい頃は、160センチぐらいは行くんじゃないかなと思ってたんですけど、勘違いでした。残念でした。わっくんさん、ルナ多そよりは上でしょそうルナちゃんは150センチで、私が152センチなので、2センチは一応、身長高いです。はい。お、岩ワさん、じゃあこれから伸びるね。伸び、伸びるといいよね、ほんと。あの、皆さん応援しててください。はい。あ、神山ライトさん、頭の回転はいいのちょっとぐるぐる回してみせてよ。頭の回転 回りました <laughs>。わかんない。はい。お。マ、まあ、リープさん。エメちゃんまだまだ伸びる。伸びますか伸びるといいですね、ほんと。あ、ゆむさん。今日は、用紙の帰り道に配信聞いている。今は電車の中。あ、電車の中で見てくださってるんですね。ありがとうございます。ほんと嬉しい。あ、ライカさん。和田キ子様は21歳まで伸びてたらしいから伸びるよ。ええー、?21 歳まで。すごいですね、それ。いいなぁ。 すごい、大人になっても伸びるのか。私もちょっとじわじわ伸びていくことを期待していきたいと思います。お、大樹さん、座右の銘は座右の銘座右の銘なんだろうなうーん、なんだろう。毎日笑顔みたいな。やっぱね、笑ってることって人間いいって言いますし、笑う角には服来たるだと思うのでね、やっぱり、毎日笑顔で生きていきたいと思ってます。はい。お、みひろむさん、何センチくらいまで伸びたいですか んー、何センチぐらいかなうーんー、今152センチだから、まあ、155センチはやっぱ欲しいですよね。あと3センチは欲しい。ほんとに。あ、むつけさん私21だけど、それ以下、んんあ、ごめんなさい。ちょっと長いちゃった。あ、21歳だけど、未だに身長伸びてます。えー、ええー、えいいなやっぱ、いるんだななんか、大人になってもね、身長伸びる人。いいな羨ましいです、ほんと。 あ、あゆむさん、地下鉄乗ってるから電波悪い。私のせいなんだけどね。そっか、そうね。地下鉄ちょっとね、電波、え、あれだもんね。そっか、そっか。あ、みゆしさん、エメちゃん見ると元気出る。よかった、ありがとうございます。ちょっとね、私ももっと皆さんに元気をお届けできるように頑張ります。あ、ライカさん、座右の銘は長生きできるし、長生きする自信しかないじゃないのああ <laughs> あれか、あのー、ラスサイよろしくのね。あのー、なんだっけ。カメラを止めるなよ。ワンカット自己紹介みたいなやつ。 あれですよね。あれでね。延命あさみです。長生きできる自信しかありませんって言ってたんですよ。そっか、そうですね。いや、長生きはしますもちろん。長生きしますよ、皆さん。はい。ポポロさん、一季生さんも、一季生の先輩は優しいそうです。一季生さんすごく、優しい方ばかりで、で、バラエティ力もあるし、もう本当に歌もダンスも上手で、まだすごい、見習わな、見習わなきゃいけない部分がたくさんあるなぁと思って、日々、もう勉強させていただいてます。本当に。お 吉野ノさん、もうすぐ模試だよ模試頑張ってください私もね、あの、テスト、頑張りたいと思います。はい。お、伊坂さん、こんばんは、久しぶりに来たよありがとうございます嬉しいです、本当ありがとうございますミスさん、イメちゃん、モザイクまたモザイクかいもうあ、あ、さゆさん、エメちゃん来たよありがとうございますあ、みほさん、初見ですありがとうございますたくまさん、勉強教えて勉強教えていやー、ちょっと、いやー、ちょっと、うーんー、ちょ、ちょ、いやー、そんな、そんな、教えられるようなあれじゃないですよ、全然。お、 サンディンさん、受験勉強応援してください応援してください応援頑張ってください皆さん、本当に、受験勉強頑張ってくださいね。あ、むつけさん、えめちゃんこんばんは、こんばんはお、ブラストビートさん、バンド音楽は聞くあ、バンド、バンドは、バンドさん、バンド、 おなななんかか今暗くなっちゃった大丈夫109っていうところで、あのー、やられてた、さいさいさんのポップアップストア。綺麗になりました皆さん撮れました綺麗な演目。これもしかしたらすごく貴重かもしれないのでね。ほんと。お、そう、ね。よかったよかった。ね、綺麗になって。撮れましたね、皆さん。お、ブラストビートさん。お、さいさいさん演奏うまい。 ね、そう、すごくね、うまいですよね。歌も、あの、吉田すみれさんスーさんの、あのー、歌もめちゃくちゃ可愛くて、すごい大好きなんです。あ撮れました綺麗に、綺麗に映ったね、今日、記念すべき8回目ですから、8回目ぐらいはちゃんと綺麗にね、やりたいじゃないですか。ほんと。あ、ライカさん、8秒じゃなくて10秒くれる優しさ。あ、あ、8秒って手もあったか。いや、でもちょっと、今回はね、10で、ね、あの、いしけ最年長の、ね、あの、みさきちゃんの番号の、 10まで数えました <laughs>。あゆむさん、さいさいさん可愛いよね。みんなモデルさんなんだよね。そうそうそう、そうモデルさん。ね、すごいおしゃれで、そう。あのー、メンバーさんがグッズとかを、こう、デザインもしたりしてて。いや、すごいなって思います、ほんと。お、氷ョさん、12月4日行きたいな、本みたいに遠いけど、あ、ね、そうそう、12月4日ね。あのー、愛しか武器がないが12月5日にね、発売されるんですけど、その、発売記念イベントが、 えー、池袋サンシャインシティの、えー、風水広場で開催されることがね、えー、決定いたしまして、まあ、そのことはまた、あのー、モザイクでおなじみの10分間の、最後のね、10分間の、えー、なんだっけ告知タイムでやりたいと思ってます。はい。あ、しおりさんメイクしてるのはい、してます。ちょっとまだね、練習中なんですけど、まつげ、だいぶ上がるようになってきました。はい。大器さん、が、出てみたい番組とかある出てみたい番組、そうだな。 あの、さんま御殿さんに出てみたいです。さんま御殿さんのひな壇に座って、こう、自分のことが、こう、たくさんこう、おしゃべりできたらいいなって思います。お、レモンモンさん、少しずつモザイク演命になっていく。ええー、まじか。でも大丈夫、あの、貴重なね、綺麗な演命が取れたと思うのでよかったです。はい。今日社長さん池袋行こうかな。あ、もうぜひ、ぜひぜひお越しください。お待ちしております、本当に。 お、プニさん、エメちゃん、目が綺麗。あ、本当ですかありがとうございます。目。よかった。嬉しいです。お、けんさん、休日は何してるんですか休日はね、うーん、学校の、まあ、友達とかと遊んだり、あとまあ、今日はね、ちょっと、あの、一日、家にいたんですけど、テレビを見たり、ちょっと勉強したりしてました。ね。はい。 お、顔なしさん1000人おもう、1019人の方にありがとうございます本当嬉しいお、コンソメさん確か、エメちゃんさんまご店の再現 VTR に出てましたよねそう,そう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 あのー、いつかな小、小、あ、違う、小学生、中1くらいかな中1から中2くらいで、さんまご店んさんのその再現 VTR にね、出させていただきました。複数回。楽しかったですすごい撮影。こん、もう次は、 あの、ひな壇にね、行けるといいなと思ってます。はい。お、よしのゆさん、モザラルドラルド。はあはあマジかモザラルドか。困っちゃいます、本当に。もう、困っちゃいますとしか言えない。もう、どうしよう。直します、頑張って。あ橋も、大橋さん、噴水、行くあ嬉しい、ありがとうございます。ぜひお越しください、本当嬉しい。ありがとうございます。サンリンさん、モザイク系アイドルは新しい試みだね。 おクああ、新しい試み。いや、もう、いや、もう、もうね、や、もう、ちゃんとモザイクなくします。お、サホさん、モザル理由調べてきたら、やっぱり Wi-Fi が関係してるっぽい。Wi-Fi なんですかねもうちょっと Wi-Fi、ちゃんと仕事してね。はい。ちょっと、呼びかけときました。はい。お、レオナさん、エンメちゃんの配信初めて見たんだけど、楽しいありがとうございます、嬉しいちょっとね、モザイク配信でごめんなさい、ほんと。すいませんね。ワックさん、え、 噴水広場でもモザイク延命 <laughs> マジか。ちょっと、で、ここでバーってなってんのかな。マジか。いや、大丈夫です。ちゃんと、クリアの延命を皆さんご覧くださいね。噴水広場で。わさん。お、昨日、愛しかぶきがないお勧すすめしてもらって調べました。延命ちゃんのおすすめということで購入します。嬉しい。ありがとうございます。延命もおすすめですよ。愛しかぶきがない。よろしくお願いします。ほ、ほきさん。 幼いかわいいありがとうございます幼いそんでももう中3なんです、一応。<laughs> しおりさん、初見ですえめちゃんかわいいありがとうございます嬉しいお岩ワさん、若干に、あ、ちょいちょい待って、しわしさん、紹介にもざらせるの得意なの追加しちゃおうえーなんで嘘嘘。いや、もざらせるの得意です,すごい困っちゃうじゃないですか。ちょっとまあクリアの演命をちょっと行きたいと思いますね、本当。お、神山ライトさん、ラス愛の武器はラス愛の武器 ラスアイの武器は、もう個性豊かなキャラクターって感じですかね。もう52人、全然違う、もう本当に、もう52人52、52色っていうんですかね。すごいもう本当に、もういろんなキャラの人たちが集まって、すごいいい感じのグループなので、それやっぱ武器ですね。やっぱり個性が強いっていうのが。はい。 お、わっくんさん、個人的に髪を下ろしてるメちゃん好き。あ、そうそう、ね、昨日の投票でもね、21%の方に髪を下ろしてほしいと言われたので、そうですね、次は、おろしでまた配信したいですね。はい。お、みなぽんさん、エメちゃんの配信初めて見れた。ありがとうございます。嬉しい。あ、アイタンさん、エメ八段の武器は道義と受け身 <laughs> 昨日、昨日のね、昨日のね、そう、昨日、あの、昨日ね、あの、 見れなかったなって方はちょっとわかんないと思うんですけど、あのー、そう昨日、体育で柔道をやってますって言ったら、みんなに、あの、柔道着配信をしてほしいと言われまして、<laughs> ちょっとまた後日ね、やる予定です。今日はちょっと違うんですけどね。あの、だからツイッターだけ見た方は、なんか柔道着配信お楽しみにとか私書いたじゃないですか。だから、なんかめっちゃ演名ってこう、柔道できる人なんじゃないかみたいな説がちょっと出回っちゃったんですけど、違いますけどね、皆さん。学校で、 なんか最近柔道始まりましたっていうだけであって、全然特技でも何でもないので、はい。はい。お、ミンキーさん柔道演命 <laughs> 柔道演命柔道演名ね、お待ちくださいね。あ、ミーさんたくさん配信してくれてありがとう。あ,いやありがとうございます。本当見に来てくださって本当ありがとうございます。嬉しい。りょうたさん、見た目柔道強そう。強そうですかほんとわ、<laughs> いや、弱いですよ、すごい。ノブさん、投げられたい。背負い投げ。一個さんですね。どんだけ。<laughs> ブラストビートさん、喉は治ったあ、そうそうね。あのー、半月前、半月前くらいかな。10月の配信の時にね、ちょっと喉が痛いって言ってたんですけども、全然もう、もう今元気です。でもまだちょっと風邪ね、皆さん流行ってるから、体調に十分気をつけてお過ごしください、ほんと。あ、ライカさん、エメちゃんがツイート始めたって、と、始めたって、友達に話したら、あの、てんてルのちっこい園児があって言ってました。えー そう、そう。ね、まあでもね、その時でも園児じゃないですよ。小2から小4ですか一応小学生だったんですけど。まあ、うるさかったですね、あの時本当に。今は、だいぶ落ち着いたと思います。うるさいですけどね、ほんと。<laughs> あ、ひでさんこんばんは、初見です。あ、ありがとうございます、初見さん、嬉しい。あ コンソメさん、インフルにも気をつけてください。そうね。そう、皆さんもインフル気をつけてくださいね、ほんと。私まだ予防接種行ってないので予防接種しなきゃなって思ってます、ほんと。ね。お、雪枕さん、こんばんはこんばんはあ、大橋さん、絶賛風邪引き中。ええー、お大事にね、ほんと。お大事にお大事に。お、お吉野湯さん、声変わりして大人っぽくなったね。 そうね。まあ、今もね、まあ、あ高いけど、テンテルの時はほんと、キャーみたいな声だったから、もう随分ね、声落ち着いたなって思ってます、ほんと。あ、イソちゃんさん、柔道着着て見てますだって。ほんと、ほんとにえ、マジか。え、やばい、私もね、あの、次柔道着着ますから、ほんと。丸坊主さん、坊主だから頭寒いよ。あ、そっかね、坊主。頭守って守って。<laughs> トールさん、鈴木明恵さんとかは会ってますかいやー、会えてないんですよ、本当。会いたいです、明恵さん、本当に。うん、もう、レガーさんとも会いたいし。他の、テレビ選手のみんなとも会いたいです、本当にに。今日社長さん、足田愛菜ちゃんも声変わった。そう、そうですよね、本当。ね、声変わったり、声変わりましたよね、本当。あのー、これね、子役の子た、すごい子たちが、大人になってて、あ、なんか、ね、全然違うなってやっぱ思いますもんね、本当 カイトさん初見です。テンテレ見ててツイッター見たら痛いのでフォローしてよ。あ、ありがとうございます。本当嬉しいです。ツイッター。ね、皆さん本当私もね、ツイッター始めましたから、ぜひ、あの、登録してくださいね。登録フォロー、フォローしてくださいね。いやー、ツイッターね、始めて、ツイッター始めたのが多分9月30だったと思うんですけど、もう、何ですかもう10、もう1ヶ月ぐらいは経ったんですよね。早い、本当に。楽しいです。ほんと、ツイッターの更新とか、ショールームもすごい楽しいですし、はい。 お、勝りさんフォローしてる。ありがとうございます。あゆみさん。初見です。テんてれ見てました。ありがとうございます。お、マリープーさん。お料理配信、メイク配信、柔道着配信のどれやりたいいや、それだったらもう絶対に柔道着配信ですね <laughs>。お料理配信とメイク配信はちょっと、ちょっとできないですね。お料理私がやったら大変なことになっちゃいます、本当に。あの、メイクも全然できませんし。シモットさん。えんめいちゃんは、テンテレ時代とイメージ変わらない。あ、変わらないですかね。もう当時からもう全然元気でしたから、はい。 証券さん、えめちゃんのツイッター見るの楽しい。ありがとうございます。そうね、すごい、いろいろ、いろんなコーナーもありますし、ね、えめヒストリーもまた更新したいと思うので、ぜひ、お待ちください。はい。あ、トックの母さん、眉毛繋がって見える。眉毛繋がって見える繋がってないですよ。大丈夫ですよ、ほら。あれですよ、こち亀のりょうさんじゃないですか。ちゃんと繋がってないですからね。はい。いわしさん、えめプロの受け身講座とか面白そう。<laughs> い,やい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 や、ま、できできませんできません、本当に。バンってね。 やりたいんですけどね。ちょっとできません、本当に。あ、ひでさんもフォローしました。ありがとうございます。お、ライカさん、いつかスペイベで、エンメちゃんに柔道技かけられるイベントに行きたい。いや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 、そんな、そんなできませんからね、柔道技。はい。うりょうたさん、繋がってる方がかわいい。繋がってる方がかまじマジか。いや、繋がってないです。大丈夫ですよ、本当に。お、ゆるるさん、柔道の授業して、柔道の授業、ちょっとできないと思いますよ、本当に。 はい。ポテコさん、あ、初見です。ありがとうございます。初見さん、嬉しい。みつきさん、喋り上手いね。嬉しい。ありがとうございます。もっと上手くなるように頑張りますね。マスさん、延命プロに何でも勝てる自信ない。いや,いや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 、私、本当に、本当に何もできませんから。体育はできません。本当に、あの、柔道もできないです。本当に <laughs>。よろしくお願いしますね。はい。あ、あゆむさん、今、ショールームで配信見られてるのもラストアイドルのおかげ。そう。そうね、ラストアイになって、ね、ショールームできてて本当嬉しいです。ルーさん、ルルさん。 何してても可愛い。そんなことない。ほんとありがとうございます。吉野よさん、早口言葉。早口言葉ね、得意なんですよ。生麦、生米、生卵。赤パジャマ、パ、噛んじゃいました。すいません、もう一回。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。言えてますね。はい。ふふにさん、ツイッターやってないか、ショールームフォローしてるよ。あ、ありがとうございます。ね。あの、ショールームのね、フォローもよろしくお願いしますね、ぜひ。マル坊主ーズさん、自転車乗れる乗れます。テンテレでね、乗れるようになりました。 はい。さおりさん、エメちゃんインスタしてるのインスタはね、してないんですよ。ツイッターとショールームしかしてないです。やりたいんですけどね、ちょっとまだ、まあ、始めたばっかりだしね、ツイッターも。あんまあ、まだそんなに慣れてないので、はい。ちょっとインスタはまだやってないです。はい。あ、ポテコさん、エメちゃん大好きありがとうございます。お。マスーさん、ショールーム配信だけは負けないように頑張る。お。 負けないでください。ふふくりんさん、アナウンサーになれそうですね。だって、あありがとうございます。嬉しい。滑舌はね、やっぱり、さっき噛んじゃいましたけど。<laughs> はい。お、さとるんさん、出川さん好き出川さん大好きですよはい。もう面白いし、すごい、本当に優しいし、裏を持てないし、すごい、本当に尊敬できる方だなって思ってます。はい。 お、佐藤さん、配信聞きながらずっとモザル理由調べまくってる。あありがとうございます。皆さん、ほんと、モザイク対策委員会みたいな感じになってますね。ありがとうございます、ほんとに。お、佐藤先生、お天気お姉さんがいいよ。あ、お天気お姉さんね、そう、私、ちっちゃい頃お天気お姉さんになりたいって言ってたんですけど、よくよく考えたら、私、理科ちょっと苦手なんですよね。<laughs> だから、ちょっと、あの、お天気お姉さんは諦めました。はい、今は、ね、あのー、ラストアイドル2期生として、もう、頑張りたいなと思ってるし、 あの、歌とかね、ダンス以外にも、やっぱりね、トークでもね、活躍できる、バラエティでも活躍できる、こう、指原りのさんみたいなアイドルになれたらいいなと思ってます。はい。あ、さとさとさん初見です。ありがとうございます。あ、カナラルドさん、えめちゃん憧れの一期生さんっている憧れの一期生さん。うーん、もう本当にね、皆さん憧れですけど、やっぱり清原りおさんが憧れです。本当になんか、すごいショールームを、 あの、拝見させていただいたんですけど、もうすごい、うまくて、ショールーム、本当に面白くて、それで、いてすごい、もう本当に可愛らしくて、憧れだなって思います。うん。お、相田さん、物心つく前から、テンテレ大好きだだったと言っても過言ではないくらい大好きでずっと見てる。嬉しい。ありがとうございます。本当に、ね、テンてレ。本当に、私も楽しかったです。すごい。今もすごい楽しいですよ。あ、ポテコさん、エメちゃん、フォローしたよ。ありがとうございます。 お、川夏さん1500、お、ほんとだ !1530 人嬉しいありがとうございますほんとに嬉しいお、佐藤先生さん、水曜日のダウンタウンで、お、松本さんの隣にそれめちゃを見るの夢見てる。ありがとうございますそう、あの、さんまゴテさんにも出たいって言ったんですけど、私、水曜日のダウンタウンがすごい大好きで、水曜日のダウンタウンさんが。あの、ほんとに、あのー、こう、なに施設の VTR を、こう、こうやって、5人ぐらいの、 方が、こう見てる席あるじゃないですか。こう、あそこに座れたら、あそこに座り、あそこにもね、座りたいなって思いますね。お、さとさとさん、仲がいいメンバーいるの仲がいいメンバー。皆さん、み、みんなとも、仲いいですけど、やっぱり一番は、立ち位置6番の山本ルナちゃんです。<laughs> ルナちゃんほんと面白くて大好きです。はい。お、ぴょんしゃとさん、延命ハウスやってほしい。延命ハウス エンメイハウス。あ、ああれかな水曜日のダウンタウンのね。モンスターハウスですね。あれまだちょっとあの回、まだ見れてないんですよ、実は。ちょっと本当に、もう早く見たいんですけど、ちょっともういろいろね、ちょっと最近忙しくさせてもらってて、まだ見れてないので、見たいと思います。はい。お、レモモさん、エメ、生エめ,めちゃんの名前呼んで。レモモさんいい感じ。お、エンメちゃんのマイブームは3さんエンメちゃんのマイブーム。今はね、なんだろう。今のマイブーム、マイブーム、そうだな。 え、でもね、なんか、すごいショールームが最近すごい、最近でもう、やり始めてからずっと好きですけど、こう、ショールーム配信をするのがすごい好きです、めっちゃ。こうやって、こう、コメントを、こう見ながら、こうやって、こう、なんだ見るのが、すごい、こう、コメントを読んで、こうやって、こう、私が話すっていうのがすごい楽しいですね。はい。お棚た,たくさんはじめましてはじめましてお 佐藤先生さん、黒ちゃんさん、ひどすぎてドン引き、エメちゃんに見せたくない。えほんとにねクロちゃんさんね、ちょっと、やばいですよね。<laughs> ね頑張るシーンって、やってますよね。そう、ツイッターに語尾シーンついてますよね。<laughs> あ、佐藤さんもフォローしました。ありがとうございます。あ、マスーさん、早くエメちゃんに会いたいように気配に、エメちゃんが出るまで長い。そうね、そう。でも21日ね。21日に出ますから、皆さん。よろしくお願いします。大樹さん、芸能界って大変 芸能界って大変。いや楽しいです。でもやっぱり、うーん、大変な時もあるけど、でも、まあ、それよりも、やっぱ楽しいっていうのが、こう、超えてますね。すごい楽しいです、本当に。お、つけめさん、エメちゃん。エメちゃんですよ。エメちゃんですよ。うん。お、マリープーさん、ショールームがファンの人と一番近いからね。そう、本当にいろんな人と喋れるっていうのがすごい、いいですね、本当 あ、ポテコさん、公共電波に乗っかって好きだった。あ、テンてルのね、テレビちゃんの歌ですよね。公共電波に乗っ,かってはい。<laughs> おーよいしょ。あ、神山ライトさん。薬とかの CM に行きそうだね、延命えー、薬あー、延命だからね。延命だからね。延命ね。確かに、長生きできそうですね、私。ふふ。 お、ブクリンさん、二期生ってモバイルメールやってないのいや、そうなんです。二期生はね、やってないんです。二期生さんだけですよね。はい。ヨシニウさん、気づいたら30分や。あほんとだもう6時半なんですね。早ーいもうなんかすごい楽しいです、ほんとに。ほんとに楽しい。あ、カナラルドさん、画面桜だよ。画面桜だよ。テンてラの時のですね。懐かしい。 お、マスルさん。じゃあ、21日名札つけていくわ。当たるか分からないのに当たる前提で。ああいや、もう当たるかもしれませんよ。もうぜひぜひね。そう、名札ね。あのー、いつも 2KI についてるじゃないですか。あれ、抽選で、あのー、番号の、その引いた番号の方にプレゼントしてるんですよ、いつも。だから、あのー、そう、ね。もしかしたら当たるかもしれませんから。はい。あ、キリンさん初見です。あ、初見ありがとうございます。 あ、ポテコさん変わらず可愛い。ありがとうございます。あ、吉シさん今日パロアさんいないのかなあ、ね、昨日のね、パロアさんね、あの、柔道着配信いつですかっていう、あの、すごいいいコメントをしてくださった方ね。ほんとね、そう、また来てくださいね、ぜひ。<laughs> お、しょうけいさん怖い話好きですか怖い話結構、結構好きかもしれない。全然ね、あのー、なんだろう、衝撃映像とか見てもあんまり、あのー、大丈夫な人なんですよ。 ただね、ジェットコースターはちょっと嫌ですね。怖いですね、ほんと。佐藤佐藤さん、エンとかかっこいいの、ね、苗字いいな。ええー、かっこいいですか嬉しい、ありがとうございます。ね、演技はいいですよね、すごい。あ、カレンさん、誕生日もうすぐなんだね。あ、そう、そう、そう、誕生日ね。15日なので、もうすぐですよね。でもね、多分先に、11月の8日 ?8 日に、えーですね、マランチョス、水野まなちゃんの誕生日もありますよ、皆さん。お、お、吉野ゆさん。お、丸ラジで、 怖い話の時、笑ってたね。あ、ね、そうそうそう、笑ってた笑ってた。テンテレの時のね。そう、めっちゃ笑ってましたよね。そう、散々時からね、全然大丈夫でした。お、ポてこさん、えんめちゃん誕生日近いわ。お、近いのえー、嬉しい。めっちゃ嬉しいです。お、大橋さん、ジェットコースター配信、ジェットコースター配信決定やだー絶対やだ <laughs> やだよー。ほんと嫌ですよ、絶対。もう、ジェットコースターはね、怖いですから、ほんとに。 お、みーさん、えめちゃん、はじめましてはじめましてゆるりさん、15日、中間テストだなぜか、頑張ってくださいね、中間テスト。バースで、バースで園名が応援してます、ほんとに。HTS さん、バンジージャンプやってほしい、ルナちゃんやってたねえ、やってたそう、雑誌のね、ブブカさんの取材でやってましたよね。いやー、ちょっとバンジージャンプはできないです、ほんとに。怖い。お、し、いず、んな、みなさん、てれ出てましたよねそう、てんてれ、出てました。 小2から小4まで出てて今はラストアイドル2期生で頑張ってますよいしょあライカさんジェットコースターやいやヤ言ってると番組へ乗らされるよ 乗らされるかもしれない。いや、大丈夫、大丈夫です。いや、ダメですよダメですよ、スタッフさん延命だけはダメです、絶対に。ほんと、よろしくお願いします。<laughs> お、いちご大福さんテンテレずっと見てたよありがとうございます嬉しいナスアイもよろしくお願いしますね。はい。ももさん、今日何してたの今日は一日中家にいて、テレビ見てゴロゴロしたり、勉強したりしてました。ゆるるさん、乗りたいのかな乗りたい乗りたくないです乗りたくないです乗りたくないです,いです絶対、絶対嫌です絶対嫌です怖い お、竹山さん、チケット当選12月の TDC コンサート楽しみあ、ありがとうございます。嬉しいな、本んと。嬉しいです。頑張りますね、コンサート。12月19日にね、ラストアイドル1周年コンサートがありまして、こちらにね、バナーも出てますので、ぜひぜひ、あの、よろしくお願いします。モバイル二次選考もやっておりますので。はい。また、あの、告知タイムで言いたいと思います。 お、もうさん、エメちゃん、リアクション良さそうだから乗せられそう。<laughs> えー、いや、リアクション良い,いっていうか多分もう、放心状態じゃないですか。もう口が多分アングリア開いてそう。あ、怖いっつって。<laughs> ポテコさん、握手会行きたいです。ぜひ来てください、本当握手会。たら、たくさん。なんかゲームとかやってますかゲーム。えー、ゲームはね、あの、ケヤキさんのパズルゲームの、ケヤキの軌跡をやっております。楽しいです、めっちゃ。 うん、あ、さほさん、テンテラ2003年から2013年度まで見てた。えすごい見てくださってたんですね。ありがとうございます、10年間も。おショコラさん早口言葉言ってみて。バスが、あー待って。バスがス爆発。言えました。<laughs> 言えましたよ、2回目だけど。<laughs> 3人さゆめっちゃんの配信見てたら1時間あっという間。え嬉しいです。なんかそう言っていただいてありがとうございます。あ、もう34分なんですね。 あ、ノブさん、こないだひらがなさんの武道館行ってきた。あ、いいないいな羨ましいな私、ちょっと行けなかったんですけど、あの、あれですよね、キャリーパミパミさん、キャリーパミパミさんと、ひらがなけやきさんの、ねこの、なんだ、二組でライブをされてましたよね、本当、いや、武道館、ほんとすごいですよね、ほんと。尊敬です、ほんとに。お、よしノユさん、エンメプロの TikTok みたいな、TikTok、TikTok やってないですよね。うん、なんだろう。

あそうかもしれないです、本当に。ね。そう、ボスが、すごい、教えてくださったので。ね。すごい、もう今、リアクション、いい感じだと思います。りょうたさん、生きてて楽しそう。楽しそうですか楽しいですよ、めっちゃ。はい。お。TikTok、佐藤んテ TikTok もござるんですかだって。<laughs> えぇ、ー、?TikTok もござるんですかねちょっとやばいですね、それは本当に。まずい。お。 お、こ、あ、誠さん、こんばんは、初見かなお、初見さんありがとうございます。お、しゃとさん、契約制ダイヤ4500個貯めた。えー、すごい。いいな、いいな。もう全然たまらないんです。今、800ぐらいかな。<laughs> お、ノブさん、パリピちゃん可愛かったよ。あ、富田さん、ねえ、富田ずかさん。めっちゃ可愛かった。いいですよね、ほんと。羨ましいな、見えて。お、ピッピノさん、リアクション上リアクション上リアクション上ですか <laughs> 嬉しいな。お、ルルさん、なんか歌ってなんか歌ってなんだろう 愛しか武器がない。愛しか戦えない。愛しか信じない。それでも諦めない。そうだね。愛武器でした。<laughs> はい。お、アイターさん。お、今泉さんの生誕ガチャのためにめっちゃダイ,ダイヤ貯めた。欅瀬さんね。そうね。生誕ガチャとかね、あるんですよね。そう。 ね、あの、ラスアイもね、あの、2期は出てないんですけど、ラスコレガチャっていうのがね、あるんですよね、本当いいなみーさん、もし戦ったら何歌ってたあ、欅坂さんの、世界に愛しかないを歌ってました。はい。あ、ピョーシャトさん、明日で今泉さん卒業。ね、そう、すごい悲しい。明日のね、握手会で、あの、今泉ゆいさんが卒業されるということなんですけど、欅さんの。私の、あの、おしめの一人でもあるんですけど、ね、すごい悲しいんですけど、 ソロになっても、ぜひ頑張ってほしいなって思います。はい。お、みももとりんごさん、こんばんは、こんばんは。お、のぶさん、世界へ聞きたいな。世界には愛しかない。それだけだ。今すぐ僕は、君を探しに行こう。誰に反対さ。 前にも歌いまあ、たかひろさん、えみちゃん今日めっちゃ可愛い。ありがとうございます。嬉しい。あ、しょうけんさん、うまい、さすがありがとうございます。そんなことない、そんなことない。あ、りょうたさん、カラオケ何点くらいいけるカラオケ何点くらいいけるかなうーんー、80点半ばから後半くらいは、ちょっと行きたい。うーん、いけるかなでも90点なやっぱ取りたいですよね、ほんと。 カラオケね、最近行ってないので行きたいな、ほんと。あ、高橋聖太さん、バンドワゴン歌って、歌ってくれ、だって。えバンドワゴン。僕が欲しいものとは、たった一つ願うもの、ずっと、追い求めてるあの夢か。人混みに飲み込まれ、どこかで見失っても、絶対、 バンドワゴンに振り回されない <laughs>。ねえ、バンドワゴンすごいいい歌ですよね、本当いや、プニさんいや、94はいけそう。いや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 、94って言いかない。いやいやいかないかな、いかない。全然本当本当に。いやいやいや。ノブさん、バトルあって負けなかっただろうね。いやいや、そんなことない、そんなことない。私、あの、なんせダンスができないのでね。本当に。はい。 あ、ゆうさんもうまい、ありがとうございます。いやー、そんなことない。みひろむさん、素晴らしい、ブラボーだった。え、嬉しい、ありがとうございます。あ、るるさん、歌声影山ゆうかさんに似てる。え、嬉しい、影山さんすごいね。ひらがなけやきさんのね、影山ゆうかさん。すごいね、歌お上手で、ほんと。ね、お上手だなと思ってたので、めちゃくちゃ嬉しいです。え、ひなたさんも歌う手い、ありがとうございます。え、嬉しいな。え、ば、ブラストビートさん、やっぱりいつかセンターやりたい いやー、いや、センターはそんな、いや、恐れ多いです、全然、本当に。いやいや、いや、センター、今は、う本当に、8番っていう、あの、立ち位置が好きで、2列目の端っこっていう、本当に、そうですね、なんか8番が落ち着いちゃってます。もっとね、でも、前に行きたいな、とも思うんですけど、やっぱり今の、このスキルだったら、8番でもなんか、前すぎるかな、みたいな感じだから、 ちゃんと、こう、8番に見合う人になりたいと思ってます。あ、ギフト全然読んでなかった。ギフト読みますね。おトールさん、小判ありがとうございます。佐藤先生、だるまありがとうございます。あ、水色のだるまもありがとうございます。赤と水色。よいしょ。あ、ノブさん。お、なんかモンブラン来てる。モンブランありがとうございます。え、モンブラン食べたい。佐藤先生、ハートありがとうございます。お、高島さん、緑のだるまありがとうございます。あ、ミウシさんも赤いだるまありがとうございます。嬉しい。よいしょ。 おお、ももさん、ラブコッチさん好きラブコッチさん。大好きですよ、ラブコッチさん。ラブコッチさんの歌はね、なんだろう。あ、あの、やっぱ、失恋乾杯が好きです。はい。あ、マッスーさん、そういう謙虚なところ尊敬します。いや、ええー、ありがとうございます。そんな尊敬。嬉しいです、本当に。お、三人さん、エンメンちゃんの歌声でご飯3杯いける。ええー、嘘、ありがとうございます。いや、そんなそんなそんな。いやいやいや。大橋さん、センターどころかソロでもいけるぜ。 いやー、とんでもないとんでもない。<laughs> いやいや,いやそんな申し訳ない申し訳ない。いやいやいや。はるかさん、ゆめちゃんの書類見てて楽しい。ありがとうございます。本当に。そう言っていただけて本当と嬉しいです。本当に嬉しい。さほさん、今見てるドラマってあるそう、今ね、ちょっとね、見れてないんですよな、なんもう。あのー、あれです。友達に、あの、大恋愛をおすすめされたんですけど、ちょっとね、あの、見る時間がなくて、見れてないんです。ね、ちょっと。はい。あ。 小剣さん、人間性が素晴らしくて、え、いや、いや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 、とんでもないとんでもない。ありがとうございます、ほんとに。お。里先さん、エンメちゃんの場合は、ソロじゃなくて、ピンでしょ。ピンあ <laughs> え、でも一人ってことですか。ピン。いや、ちょっと、今は、十、十二人組の、八番になります。おふふ。お。高さん、エンメちゃん、可愛いから大好き。えあ、ー、そんなことありがとうございます。よいしょ。お。あ、流れちゃった。 ハムカツさん多忙だね。さすが売れっ子。いや、そんなことそんなことない。お、吉野ノさん、今日からは俺は面白いよ。あ、あれですよね。若月由美さんも出てらっしゃるドラマ。ね、あれもね、面白そうですよね、ほんと。ね。いや、ドラマなんか見ればよかったな、うんと。お、神山ライトさん、バラエティ出たら面白そうだけど、え、嬉しい、ありがとうございます。えバラエティね、いつか出てみたいです、ほんとに。 お、バンビさん、エメちゃん、天てルの頃から好きだよ。あ、嬉しい、ありがとうございます。本当嬉しいな。ちーちゃんさん、エメちゃん見ると親目線になる。え親目線。親目線になっちゃいます。え嬉しいな。なんか嬉しい。<laughs> セッキーさん、エメちゃんに会いたい。エメちゃんに会いたいですか <laughs> ありがとうございます。あの、12月のね、4日にも、あの、愛しか武器がないの、発売記念コン、記念イベントがありますので、まあ、そのことはまた、えー、残りの10分でお伝えしたいと思うんですけど、はい。あの、ぜひ、いらしてくださいね。 お、吉野ノさん、喋りエメちゃ見てみたいな。あ、あしゃべくりセブンさん、出てみたいです、ほんとに。もう出れたら、ほんとに、感無量です、ほんとに。あつさん、初コメです。バトルなかったから歌声初めて聞いたけど、すごく引きつけられる。えー、嬉しい、ありがとうございます、ほんとに。もっともっと、歌うまくなるように頑張ります。やっぱ、ダンスも頑張りますね、ダンス。ほんとに。お、スズさん、えめちゃん初見です、ありがとうございます。お、おマンチカン、マンチカンたろうさん。行きたい、行きたい、行きたい。 来てくださいね、ぜひ、本当に。お、福利さん、バラード系がハマりそうな歌声だね。君の名は希望とか歌ってほしい。あ、乃木坂さんのね。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと未来はいつだって新たなときめきと出会いの場 君の名前は希望といました <laughs>。ね、この歌すごい感動できる歌ですよね、本当に。ミュージックビデオも素敵ですよね、本当あ、ノブさん、歌うまいけど、ボイトレとかしてたのいや、ボイトレは、な、ラストアイドルに入ってから、するようになり、するっていうか、ね、初めてそこでしました。はい。あ、え、いや、声が綺麗だね、だってまつりさん。ありがとうございます。嬉しい。 あ、田中さん、乃木坂さんで誰が好きですか乃木坂さんだったらね、あの、ヨダユキさんが好きです。すごい、めちゃくちゃ可愛いですよね、ほんとに。ほんと、ヨダさんの顔も、も顔も好きだし、あの、性格もすごい好きだし。ほんとに。お、カイトさん、いつか、テンテレの人とテレビに出たらいいね。そう、そう、ほんとに。ほんとに、そう、ほんとに出たい。もう一緒に共演させてね。共演、ほんとしたいです、ほんとに。うん。ユウさん、エみちゃん、行き急ぎすぎだよ。行き急ぎすぎ <laughs> マジマジか。ね落。落ち着いていきますね。<laughs> ゆうさん、エメちゃんそ、いつもその早口いつもその早口、うん、結構早口かもしれない。いろんな人のコメントを読みたいと思ってて。ちょっとね、早口なんですよ。本当に。普段のね、喋るのもちょっと早口なんですよね、ほんと。お、セッキンさん、歌うますぎてエメ先生になられたい。えー、とんでもないとんでもない。いや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 、本当に。とんでもないです。ノブさん、喉乾いてない喉乾きました。<laughs> 喉乾いちゃいました。 ね、これ終わって、ご飯を食べるときに、あの、麦茶をたくさん飲みたいと思います。<laughs> おブラストビートさん、エメちゃん足早い足遅いですほんとに遅い !9 秒3です !50 メートル遅いです、ほんとに。ピッピノンさん、よく噛まないね。滑舌がいい。滑舌いいですかほんと。いやいや、嬉しいでね、ほんとに滑舌いいなんて。お吉野ノさん、エメちゃん合唱祭、何歌う何,何,何、何だっけな、合唱祭。なんだっけ えーっと、手紙手紙アンジェラ・アキさんの手紙を歌うそうです。まだ練習してないんですけど。はい。ノブさん、途中で給水タイム取ってもいいんじゃないかな <laughs> マラソンみたいですね。なんか、給水タイム取って走るみたいな <laughs>。マラソン。スワン・エルビスさん、エメンタールチーズ。エメンタルチーズチーズエメンタルチーズチーズ美味しいですよね。<laughs> お、ゆるるさん、9秒私と同じだ、だって。9秒。 9秒ですか同じ同じ。でもね、ちょっと8番なんで、8秒台には行きたいですね。<laughs> お、アミティさん、友達50メートル25秒だったかよっぽどまし。え ?25 秒だったこれ。転んじゃったのかな転んじゃったかもしれないね。それは。コシャンパンさん、今日の夜ごはん何ですか今日の夜ご飯は、おでんですおでんイエーイ 今シーズン初おでんでございます。めっちゃ嬉しい。おでんはね、あの、ちくわぶがすごい好きなんですよ。本当にちくわぶ好きで、あの、もっちもっちしたこう、感じがすごい大好きで。ちくわぶがね、入ってないおでんは、おでんじゃないって思ってます。<laughs> はい。あ、おでんいいなぁ、だってみひろむさん。いいでしょう、おでん。楽しみです、おでん。こんにゃく、あ、 携帯キングさんもこんにゃく、ね、こんにゃく美味しいよね、こんにゃく。りょうたさん、おでんくん懐かしい。あ、おでんくんね、あの、餅巾着のね、形のキャラクターですよね。餅巾着もすごい好きです。お餅ね、こう、もちーとした感じが好きです。ほんとに。あ、あゆむさん、私もちくわぶ大好き。私の家のおでん、大量にちくわぶ入ってる。うらやましいな、ちくわぶ。ほんとちくわぶうらやましいです。もうほんとに。まあ、でもね、やっぱね、あの、スイートポテトには勝てないかな。いや、でも同じぐらい好きです。ほんとに。1、2を争う。 美味しさですよ。お、祭、ま、りさん、大根が好き。あ、大根ね。味染み込んでてすごい美味しいですよね、大根。おー。あ、なあさん、私も今日の夜ごはんおでんやったよ。あ、ねえ、もうそんな季節だもんね。おでんの季節ですよ。早いですよね、本当に。のぶさん、今日おでんにしよう。おでん。おねんおすすめ。本当に。あ、みひろむさん、おでんなら牛すじが好きです。牛すじね。牛すじってあれですよね。なんか、関西の方でよく入ってるんですよね。牛すじのおでんあんま食べたことなくて。 でもね、なんか、ちくわぶって関東だけって聞いてちょっとびっくりしちゃいました。あの、関西地区のね、皆さんにもぜひ、ちくわぶを食べていただきたいと思います。<laughs> お、サンリーさん、こんにゃく派。ねこんにゃく美味しいですよね、ほんと。お、顔なちさん、オムライス食べるラルド。えー、オムライス、羨ましいな、オムライスね。ふわふわして美味しいですよね、ほんとに。はい。 あ、ワックーさんも俺もちくわぶ好き。やっぱちくわぶね、いいですよね、本当に。あ、みゆさん、大阪小枠行くよ。あー、ありがとうございます、嬉しい。本当に嬉しいです。ぜひね、たくさんおしゃべりしましょうね。はい。お、サホさん、この時期になったら鍋食べたい。鍋ね、鍋美味しいわ、本当に。鍋ね、また鍋食べたいです。お、よしのゆさんも、こんにゃくは胃の掃除だからいいよ。へえ、あ、掃除してくれるんですね、こんにゃく。いいですね、それ。はるかさん、メイクはどうやって勉強してるの いやー、もうなんか、みんなの見よう見まねですよ、ね。こここうやってやって、こうやってやって、みたいな感じで。もう全然。あ、現実さん来るの遅れてしまった。え、あ、でも本当に来ていただけただけで嬉しいです。ありがとうございます、本当に。お、カイトさん、何鍋が食べたい何鍋が食べたいかな今ね、すごい、キムチ鍋が食べたいです。あったかくなりたい、本当に。寒くなっちゃったからね、本当に。今も暖房つけて、ショルームしております。あったかいです、本当に。あ、カナラルドさん、さつま揚げおすすめしておきます。あ、 サツマーゲも多分入ってると思います。楽しみです、めっちゃ。お、ももちゃん、ももちゃん、えめちゃん、もっと見ていたい。え嬉しい、ありがとうございます。なんと10分なんですよ。あ、もう6時50分。ということで、えー、いつもの告知タイムに行きたいと思います。今日はもざってないことを祈っております。はい。えー、まず最初に。よいしょ。あ、ちょっと、今ね、ここに置いてた理科のファイルが落ちてしまって、ドンって音がしちゃいました。はい。バラン。 はい、えー、ラストアイドル初のバラエティ番組、ラスアイよろしくが絶賛放送中でございます。なんですけど、え、本当はね、あの、いつも土曜日の深夜、えー、0時10分からね、あの、関西地区はあさってなんですけど、やってたんで、やってるんですけど、今日は、あのー、ちょっとね、あ、ないんですよ、放送が。あのー、で、次の放送は、11月の10日の土曜日になります。えー、放送内容はね、あれです。あの、前回ね、 あの、バカ立ち位置一番をこう競う、あのー、予選 A ブロックをしてたと思うんですけど、今回は B ブロックの方です。はい。B ブロックね、皆さん楽しみにしててくださいね。私もめちゃくちゃ楽しみです。誰が決勝戦行っちゃったのかなと思って。はい。ドキドキですね、こっちも。はい。続きまして、えーっと、どれだちょっと待ってくださいね。あったはい。えー、11月の8日、14日、 21日、28日、この4日間ですね、えー、ラストアイドル2期生初のショールーム配信番組、えー、ナスアイの2期杯が、えー、ショールームでやります。はい、えー、ラストアイドル公式ルームというところでやります。はい、えっと、観覧もね、ありますから、えー、 まだね、8日の観覧、あ、もうね、あのー、なんだ、先行の観覧の募集はちょっと終わっちゃったんですけど、当日のね、募集もあるので、ぜひぜひお越しください。見れないよって方もね、ぜひあの、ショールームでね、見られますから、ぜひよろしくお願いします。で、園名はですね、えー、21日の、ね、21日の水曜日に出ます。ぜひぜひよろしくお願いします。ほんとね、2期配楽しいんですよ。ほんとに三拍子さん、すごく面白くて、すごく優しい方なので、大好きです、ほんとに。はい。 えー続きましてですね、えー、先ほどもちょっと話し上がったんですけど、じゃん、えー、!12 月の4日の火曜日ですね、えー、池袋サンシャインシティ噴水広場にて、えー、愛しか武器がないの発売記念イベント開催いたしますイェーイはいえー、ね、そう。ね、あのー、すごく楽しみで、この噴水広場ってあれですよね、あのー、一期生さんの デビューイベントを行ったところと聞きまして、本当に嬉しいです。そんな同じところでやらせていただけるのは本当に光栄だなって思います。本当に楽しみです。皆さんぜひぜひお越しください。あ、あれですよ。発売日は12月5日なんですけど、イベント自体はね、12月の4日なので、ここご注意ください。フラゲ日ですね。はい。えーっと、続きまして。えー、続きましては、よいしょ。よいしょ。んこれじゃない。あ、これですね。はい。 12月の19日の水曜日、ね、えー、東京ドームシティホールにて、ラストアイドルの1周年記念コンサートがありまーすイェーイあのね、こちらにもバナーがあると思うんですけど、こちらね、全曲披露するんですよ。あのー、このラストアイドルの歌を。本当に楽しみです、本当に。ね、来場特典というものが3つございまして、一つ目は、えー、ラストアイドルのこのメンバーのね、直筆コメント入りのスペシャルフォトカードが、 えー、あります。で、52人のメンバーのうちに1枚ね、ランダムでもらえるそうなので、延命が当たった方はね、ぜひあの、大切にしていただけたら嬉しいです。はい。えー、2つ目はですね、フラストアイドルのスタンプ帳のね、対象のイベントにもなります。はい。ね、あの、ぜひね、スタンプ押しに来てください。で、えっ、ー、と、3つ目、これはですね、私、あの、私、中学3年生なので、 中学生メンバーはちょっとね、できないんですけど、高校生メンバー、高校生以上のメンバーで、お見送りもあります。はい。あの、本当にごめんなさいね。本当に、お見送りできなくて悲しいんですけど、はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。で、現在はですね、11月6日の23時59分まで、モバイルの二次選考受付をしております。 えー、立ち見席がね、追加されたということです。本当にね、皆さんぜひぜひ来てくださいね。詳しくは、えー、ホームページ、ラストアイドルのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい。えー、さあ、続きましては、よいしょ。あれあった。はい。バランはい。えっ、ー、とー、握手会のね、ことなんですけど、まあ、あのー、もう、販売はちょっともうや、今はやってないんですけど、 えー、12月16日の日曜日に、えー、ATC ホールにて大阪で関、関西の握手会ね。大阪でやる関西の握手会 ATC ホールです、えー。3部の14時から15時50、じゃあ15時15分のね、この時に MA はいます。で、えー、1月19日土曜日は千葉幕張メッセにて関東の握手会がございます。 え、ね、こちらも3部の14時から15時15分です。はい。ほんと、握手会楽しみです。皆さんね、お話し,したい。本当に楽しみです。本当に。はい。よいしょ。えー、そしてそして、えー、こちら,ら。はい。えー、ファンネームですね。エメラルドです。園名のファンネームはエメラルドです。掛け持ち OK です。はい。本当によろしくお願いします。ということなんですけども、皆さん、えー、見て、 あの、お気づきになった方もいらっしゃると思うんですけど、なんとですね、この、え、緑の、この、クローバーと、黄色のクローバーが <laughs>、えー、付け加えました。あの、お母さんにね、つけてもらったんですけど、実はね、これ、皆さんなんだかわかりますかあのー、プリティリズムっていうゲームがあったじゃないですか。で、それをすごいちっちゃい頃やってて、あのー、そのなんかハートなんですよ。この、こういうストーンを5個組み合わせて、コーディネートを作るっていうゲームなんですけど、で、それでこう、 こう、なんだリズムゲームなんですけど、それをね、すごく集めてて、こう、家から引っ張り出してきて、ボンドで貼りました。<laughs> 懐かしいですよね、ほんと。あ、きららさんも懐かしいだって。ね。あー、それ持ってたら、てさほさん。ね。ほんと、懐かしいですよね。ゆるるさん手作りそうです。あの、お母さんに綺麗につけてもらいました。いいですよね、ほんと。ね。皆さん、エメラルド、なってくださいね。ファンアイコンはクローバーですから、よろしくお願いします。はい。えー、というわけでですね。 えー、ギフト。ギフトですね。えー、タナピーさん。あ、えっ、ー、と、モブラン、ありがとうございます。ノブさん。えー、だありがとうございます。よし。オッケーかなこれで。はい。えー、じゃあ、もうね、あと4分ですから、ランキングを読みたいと思います。よいしょ。はい。じゃあ、13位、あ、13位じゃないや。あ、あのね、今回からね、ちょっとね、立ち位置何番みたいにしていきたいと思います。順位を。じゃあ、立ち位置13番。未開一ですね。ふ <laughs> ふ。だか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 たん。ことさん、ありがとうございます。 はい、えー、立ち位置12番、ダカ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 ダダン。レモンモンさん、ありがとうございます。はい、立ち位置十一番、ダカ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 ダダダン。ミーさん、ありがとうございます。はい、続きまして、立ち位置十番、ダカ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 ダダン。ユリリさん、ありがとうございます。はい、えー、立ち位置9番、ダカダカダカダダダン。マツリさん、ありがとうございます。エメラルド、ありがとうございます。はい、えー、立ち位置8番、エンメと一緒。 タガタガラガララッタン。ミニミニブブさん、ありがとうございます。イ続きまして、立ち位置7番。タガタガラガララッタン。制服の横広さん、ありがとうございます。続きまして、立ち位置6番。タガタガラ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 ガッガタガッチャン。まっさん、ありがとうございます。イェイ。続きまして、立ち位置5番。タガタガラガララッタン。ゆるるさん、ありがとうございます。イェイ。あ、エメラルド、ありがとうございます。え、4位。立ち位置、立ち位置4番。 タカ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 タタン。ショコラさん、ありがとうございます。イェイ。えー、立ち位置三番。タカ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 タタン。エメラルド、高橋聖太さん。あ、エメラルド、ありがとうございます。高橋さん、ありがとうございます。イェイ。えー、立ち位置二番。お、ダブルセンターですね。タカ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 タタン。サトセンありがとうございます。エメラルド、ありがとうございます。イェイ。そして、そして、流行る立ち位置一番。タカタカタカタタタタン。アムさん、ありがとうございます。はい。ええ、立ち位置制でいきました。はい。 え、そうですね。立ち位置、立ち位置で行きましたよ、皆さん <laughs>。はい。え、あ、そうそう、明日ね、もしかしたら、もしかしたらなんですけど、またショールーム、18時から19時までの1時間、え、やる、ショールームができるかもしれないので、まだちょっとね、また、 まだ変更になっちゃうかもしれないので、ぜひそれは私のツイッターをご覧ください。ツイートします、本当に。決定したらツイートしますから。決定しなくてもごめんなさいってツイートすると思います。ぜひね、あのツイッターをお見逃しなくということで。えー、モザイクだと思うんですけど、じゃあ10秒だけ、10秒だけ。はい、えっと、なんだろう。ん、また8番ポーズ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい。モザイクかなはい。ということでね。えー、今日もありがとうございました。本当に。あ、2925人の方に来ていただきました。ありがとうございます。のぶさんモザイク絶好調絶好調絶好調ダメですね。やっぱ三脚のせいじゃないみたいですね。もっとちょっと考えたいと思います。うーん、モザってるなぁ。<laughs> マジかまあ、とりあえず本当に今日もね、ありがとうございました。明日またやるかもしれないのでね。Twitter ぜひぜひ、あの、お見逃しなく。ということで、はい。よろしくお願いします。はい。